仮説演液法という名前を最初につけたのは、ウィリアム・ヒューウェルであるが、これは、科学的方法の記述として提案されたものである。この用語は、カール・ポッパーが引用して以降、世に広まった。この方法によると、観察可能なデータに基づいた検証による反証が、可能であると考えられる形式で仮説が定式化されることによって、科学的探究は進む。 その仮説の予測に反することができ、なおかつ実際に反する検証は、その仮説の反証とみなされる。その仮説に反することができるが実際には反しない、検証は、その理論を裏付ける。次に、競合する諸仮説がどれだけ、厳格にそれらの予測によって裏付けられるかを、検証することによって、それらの仮説がどれだけ、よく説明をするのかを比較することが企てられる。 ウィリアム・ヒューエル・ヒストリー・オブ・ザ・インダクティブ・サイエンシズ、ハット・ウィリアム・ヒューエル・フィロソフィー・オブ・ザ・インダクティブ・サイエンシズ、ハット・ポッパー・カンジェクチャース・アンド・レフューティシャンズ。ありがとうございます。